レッドスパーダです。父、大気シャトル、母、バービーキャット、母の父、ストームキャットの12歳です。藤沢和夫調教師が理想的な馬体だとコメントしたように、馬体の良さが売りのレッドスパーダですが、サンクはまさにその良さを受け継いでいるように思います。2018年に6頭のサンクがデビューを果たしました。レッドスパーダ自身が2歳から活躍しているように、サンクも父譲りの仕上がりの速さとスピードを武器に活躍しております。オープンクローバー賞では JRA フレッシュチャレンジ競争を勝って JRA に転入してきたグラビスオレアと、7月に新潟競馬場で初勝利を挙げたナーゲルリングのサンク2頭が入着しております。またアップ賞が川崎競馬の重賞ゴールドウィング賞で2着と、今後さらに期待が膨らみます。父大気シャトル、母の父ストームキャットは名将ボーラーと同配合で非サンデー系でもあります。種付け料は受胎確認後20万円またはサンク誕生後30万円となっております。お得な前払い条件もございますので、事務局 JS までお問い合わせください。以上、レッドスパーダでした。ありがとうございました。